日本関東地方埼玉県川越市川越市の町名本校川越市の町名では埼玉県川越市における現在の町名や地名を中心に明治時代初期以来の町名の変遷について記述する川越市では住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されていない土地区画整理事業施行区域を含めすべて町名土地盤を整理する方法により 住所整理が実施されている。旧藩時代の川越城下には多くの町名が存在した。うち、下記の十賀町四門前と呼ばれる町々は、官営年間、藩主、松平信綱による城下整備によって定められたと言われる。城下及び周辺には他にも以下のような町名が存在した。城下町の発展に伴い、隣接する豪村の地域も長地化し、 合文町と称されるようになった。これらの町名は、1889年の町村政志向により、入間郡川越町が成立してからは、同町の大あざ川越、大あざ松里、大あざ脇田などのあざ名となった。川越市では、日本の立域に先駆けて、1961年から町名地盤整理事業が開始された。これは、川越の中心市街地においては、 地の境界や地盤が複雑であったため、それを分かりやすくするのが目的であった。住居表示に関する法律が施行されたのは1962年で、あるが、川越市の町名地盤整理事業は、その前年から開始されたもので、モデルケースとして実施されたものである。新町名には、旧町名を引き継いだものもあるが、幸井町、末広町のように新規に、加盟を付したものもある。 1871年の廃藩地県後、当地の所属は、川越県、入間県、熊谷県と変わり、1876年に埼玉県となった。1889年の町村製紙工事、川越町、松里、東名寺村、小比佐保村、脇田村、寺井村、小仙場村、及び野田村の一部が合併して、新しい入間郡川越町となった。 川越町は、1922年、仙葉村を編入し、市政を施行した。川越市は1939年に、入間郡田面沢村を編入。1955年には、入間郡、吉野村、古谷村、山田村、南古谷村、高会村、福原村、大東村、霞ヶ関村、那細村の旧村を編入し、ほぼ現在の規模になった。 死生志工事の川越市には、九町村の大技を引き継ぐ十一の大技があった。川越市に合併した、伝面沢村以下十村の大技は、以下の通りである。これら七十二大事は、川越市の大技として引き継がれ、大技の数は、計八十三となった。以上の八十三大技は、おおむね、明治以前の旧村の名称を引き継ぐものだが、若干例外もある。また、 川越市への合併以前に消滅した、旧村、大技などもある。これらについて以下に略説する。明治以降の合併、編入大技の合併、新設大技の新設昭和期の合併軍区域の変更川越市では、1961年以降、町名地番整理が継続して実施されている。新町名を成立年ごとに列挙すると以下の通りである。 川越市にはかつては、城下町の名残を残す多数の町名が存在していたが、地盤が複雑を極めていたため早急な整理が望まれたことや、自治省によって東京都荒川区、岩手県釜石市と共に、町名地盤整理事業の実験都市に指定されたことも、相まって住居表示に関する法律が施行される前に、全国に先駆けて1961年度より、 町名地盤整理が実施された。当市を含む各地で住民の激しい反対運動が展開され、町名整理を断念した自治体もあったが、市は4年間をかけて順次町名地盤整理を行い、伝統ある町名の多くが消滅した。こうした町名変更は、自治省も行き過ぎとして問題だったことを認め、石川県金沢市や長崎県長崎市、 福島県合津若松市など伝統ある各地で、町名は文化遺産であるという旧町名復活運動が盛んになり、由緒ある地名に戻されている。当市は未だである。下記に挙げる主な旧町名の中には現存のもの、また1961年度以前に整理されて消滅したものも含む。旧松里、と脇田村内の旧町名に関しては、それぞれの項を参照のこと。 ありがとうございます。